おはようございます。お肉マブラスです。今日は少し暑いのか、曇りで曇っていて、微妙な暑さですね。で、今日も占いについて語っていきたいと思います。今日の僕の総合順位はなんと1位ですね。で、星の数が金運星4つ、恋愛運星5つ、仕事運星5つ、健康運星5つと、金運以外はほぼパーフェクトです。で、コメントとしては一瞬の出来事から恋が始まりそう、恥ずかしがってはダメ、ためらわずに掴み取ってと書いてあります。恋があるような出会いはないので、それは置いといて。で、ラッキーカラーは一応ネイビーですね。で、今日ちょっと朝、用事で両国の方に車で行ってきたんですけど、朝車の上にアリが1匹乗ってるなと思って、そのまま移動してたら、また結構ずっとサイドミラーのところとかに何かを語りかけてくるように、1匹ずっと気になる形でいました。で、早速そのスピリチュアル的意味っていうのをアリっていうので調べてみたんですけど、アリは普段集団で行動するので、1匹っていうのは結構メッセージを含んでるという意味合いがあるそうです。で、1匹、いい意味なのか悪い意味なのかにも取れるんですけど、一応ストレスが溜まってるっていうことを警告して、その身の回りの整理整頓をしましょうとか、リフレッシュしましょうとか、変化っていう意味合いを持ってるらしいんですけど、転職とか独立を考えているのはこのタイミングで、その集団の一匹っていう意味は、組織に疲れているっていう意味合いもあるそうです。ですから、そうですね、休んでくださいっていう意味合いだと思うんですけど、そうですね、今日は休みな日曜で休みで、第5なので、休めればいいと思います。で、そうですね、今日、寝坊ではないんですけど、僕ちょっと一回早めに起きて、一回二度寝してっていう、で、さらにその起きる1時間前を二度寝の起きる時にしてるんで、寝坊するってことは少ないんですけど、二度寝のタイミングが結構、いつも30分ぐらいなんですけど、1時間ぐらい取れたんで、がっつり寝たら、二度寝のそこでちょっと1時間前に起きられなくて、20分前ぐらいに起きて、結果的には寝坊ではないんですけど、ちょっと寝坊してしまうという、ちょっといつもと違うようなことがありました。それもありからのスピリチュアルで、できるだけ休めっていうことなんでしょうかね。はい、ではお肉マプラスでした。また。